今は10時20分くらい苫小牧駅に着きました。ちょっとさ、支笏湖からここまでの道のりはすごく楽でしたね。ほぼ30キロで来られました。最初道を変えて行こうかと思ったんですけど、計画通りの道で良かったですね。苫小牧にいるうちにもう1回か2回ぐらい動画をアップロードしようかと思います。それでは。